さあじゃあ次行きましょうか、はい、ょう皆さんね気になるのが、はい、何でしょう続いては、はい、こちらでしたラリースピリット。もう絶対これ行きますよね。いや私も気になりましたもんこれぞね、はい、あのまあそうですねラリースピリットっていうとすごい大げさですけれども、はい、この車をですね開発にあたってあ、まあ、ご存知と、まあ、ご存知なんですかねあのこの車ってこの車をベースにラリー車が出てるわけですよ、はい、あのアジアクロスカントリーラリーとかバハラリーとか、ねはいはい、出てるんですね。実はあれってきっかけがあって当社はこの車をですね出しましたと。例えばあの三菱の中でちゃんと電池の信頼性とか安全ですよと、まあ、当然言います。だけども外から見たら分かんないじゃないですかどんな開発してるのか。しかも出るのがそのクロスカントリーラインですね。そうそう、だからクロスカントリーライン出てあのねよりすごいドブのね中ドカーンと走っていったりするわけですよ。でもうすごいデコボコしてるとこそこちゃんと走り切ったらいわゆるあの安全性とか信頼性をねちゃんと証明できるんじゃないかと。でちょうどですね当時増岡がですねたまたまですよちょっとエボのつながりずっと係りがあったんで私も昔エボやってましたからで増岡が来てですね、まあ、歩いてたんで、まあ、まあ大先輩なんで増岡さんもうそういうふうに証明したいんだよで私がねちょっと増岡さんとね、まあ、社長がつながってるの知ってるから私メール作るから社長に言ってくれってバーって作って嘘を送ったんですよ、はい、でただ私の心の中では、まあ、1週間後になんかね来るのかなと思ったらもうすぐ増岡の方が電話があって行ってんだよってOK もらったよっていうのがスタートなんです。すごい早かったです、ね、もうすごい早かったです、増岡がすぐもう増岡さんね増岡の、ね、社長に電話して、うん、もうすぐ OK 取ったというのがきっかけで、ね、それでこうあれですねこう信頼性を証明できるきっかけがでこいつをですねいわゆる何やりたかったかって言ったら、はい、私はいわゆるこの証明をしたいのと同時にそれは1年目2年目の話ですね3年目4年目になってくるとなんとかフィードバックしたかったんです。フィードバックかけたかった。でこれねさっき言ったネタ帳とか技術構想書にねラリー車をベースで書けないのでそのベースを作る前の過程でどうやってこの19型をね開発しようかってなった全てのヒントはラリー車なんです。全てのヒントはラリー車。何をしたかって言ったらその当時ラリー車 の、ね、取りまとめた田中っていうですね昔のモータースポーツチームの、まあ、監督がいてですねでそいつずっと常にいつもやり取りしてて何やってんだって言ったらエンジンは彼勝手に2リットル 2.4 リットルに変えてるわけですよ。勝手に変えちゃったんです、まあ、ラリー車なんで、いわゆる無改造改造無制限クラスにね、はい、じゃないと出れなかったね PHEV っていうシステムがてらそうするとですねもうエンジンを 2.4 リットル変えてるんですよ。なんで変えたんだって言ったら発電量が足りないって馬力を出したいからですよ。で電池も電池を2つ使って直列につないですごい電池を上げてるわけです出力を。あとモーターとかジェネレーターもですねもうその寿命なんかどうでもいいからすごくビンビンに上げてるわけですよ出力を、うん、でこれだと思ったんです。でこれをうまくこいつのフィードバックすれば、うんまあ、もちろん性能はね当然上がるしあとは私はやっぱりお客さんの一般の皆さんに乗ってもらうのでやっぱり静粛性とか、ね、燃費とかそういうところにうまく割り振ろうと思ったそのベースの全ての考え方はそのクロスカントリーラリーとかバハラリーとか の作った車をヒントにですねをベースにネタ帳で作ってでそれを構想紙に落としてでみんなっていう感じなんですね。なるほど。だからこれラリースピリットいわゆるつながってますよと、まあ、三菱車らしいよねっていうところでもあるんですけどですね、はい、いやでも、まあ、PHEV っていうね車じゃないですか、はい、とエコカーっていうふうにね、はい、捉えてしまうとですよ、はい、そうするとやっぱりそのこのアトランタ PHEV が、はい、そんなもうこんなんでしょうね。そうですね。もうバーンっていうとこ入ったりっていうところを走るとはとてもなんか想像できないですけど、ね、だけどやっぱりその意外性がすごいです、うん、そうそう。やっぱお客さんからですね質問で例えば最近豪雨とか多いじゃないですか、はい、で水入って大丈夫という質問かなり多いんですね、はい、そういう時にああいうの走っておけば大丈夫でしょっていうのが言えますよね。ああ今ちょうどね、まあ、そうですね。あ、増岡さんねラリードライバーの増岡さんですね、はいはいはい、先ほどからお話に出てます。はい、はいはいねはい、はい、じゃあ続いてもうちょっと見たいですかパネルいきましょうか。皆さんからもねいただいてますけれどもはい、はい、ありがとうございます。さあじゃあ続いていきたいと思います、はい、カミラさん続いては皆さん何を選ばれたと思います、はい、これだとエボの遺伝子とかじゃないですか。ああエボの遺伝子に行くかと思います。あ違います。思いきや90%の理由。あ90%の理由ですか。
じゃあ先にこう 10% を何かを説明しましょうかね。 10% から行くんですか90じゃなくて、はい、すごい、ね、予測できないですし、進行カタログとか、プレスリリースとかですね、はい、90% 9割書いてますって書いてるんですよ。たくさん書いてました。実は私が9割で書いたんですけど、そうだったんですか、はい、実は残り 10% 何かって言ったら、このね、燃料タンクだけ一切書いてないんですよ。あ、ここそう、 PHM システムってやっぱりこう全てを含んで PHM システムなんですけど、この中で唯一ね変わってないのが、ね、燃料タンクなんです。燃料タンク、うん、これですね。逆に言うとですね、ここに見えてる全ても変わったんですね、はい、バッテリーもインバーターもモーターもですね、エンジンも変わったわけですよ。なのでそういう意味でこの 90% っていうのは、変わってないのは燃料タンクなんですけども、変わったものそれ以外全部ですっていう意味なんですね。でも燃料タンクって、はい、特に新しくしなくてもいいんじゃないですか。そう、しなくていいから買えなかったんです。だから変える必要がなかったから買えなかった。もちろんですね、こう少し大きくしたらいろいろ気持ちはあったんですけども、はい、やっぱりこのレイアウトの制約とかいろいろありますから、本当は変えたかったけどもごめんねってしたのがアイテムの一つなんですね。じゃあ 99% って、うん、にして 1% にしとけば、いや、そうするとほら 1,2,3 で数えたらちょっと数が合わない1個だけで1個だけでこう 10% 下がっちゃったっていう、それだけです。あ、はい、やっぱそういうところ、その辺がね、またね、真面目ですから。そうそう、カミーレさんの魅力で真面目なんですよね。真面目ですから、意外とね、意外とね、意外とはちょっと邪魔です。意外と、はい、失礼しました、はい、なるほど、はい、そうですね、 90% の利用はそういうことか、はいはい、逆に 10% からいかれると思わなかったですね、はい、今ね。その 90% の変えた理由なんですけど、はい、先ほどね、エンジンの話もありましたけれども、やはりこのエンジンを変えます、ね、バッテリーを変えます。で、なんでエンジン変えたかって言ったら、やっぱり先ほど申しましたように、松井がね申しましたけれども、この 2.4 リットル化することによって、私がやりたかったのはエンジンの音を下げたいというかですね、このもう簡単に言うとエンジンをですね、モーターみたいにしたかったんです。あ、すごいちょっとね、分かりにくいですけど、抽象的で、はい、っていうのはどういう、はい、例えばね、車、電気自動車乗るじゃないですか、はい、だから電気自動車乗ったらシュイーンと音しますよね。でシュイーンってなってる時にエンジンの音がスーンとかかっていけば分かんないじゃないですか、うん、だから私がね、エンジン屋さんとエンジン制御屋さんにね、お願いしたのは、私はこいつをね、エンジンの回し方じゃなくてモーターの回し方したいんだって。みんなハテナハテナハテナなんですけど、いや、はい、ですよね、言われたら。そうで、何をしたいかというと、モーターの音の下にエンジンを隠したかったんですよ。そうすれば、はい、例えばエンジンベーン、モーターでずっとね、シュイーンって走ってる時にエンジンがボーンとかかっちゃうと、やっぱりエンジンで走ってる気になっちゃうんですよ。エンジンの音が目立っちゃうから。本当はモーターで走ってるんですよ。だけどもエンジンの音が目立っちゃうから、先ほど言ったバルセロナの屈辱ですよ。エンジンで走ってるふうに思っちゃうんですよ。だけどもバルセロナの屈辱を、ね、消すためには、やっぱモーターで走ってるように感じさせたかったんですよ。でも、うん、モーターのをエンジンをモーターので消すって、うんね、どうしたって。すごく難しい。そうですよね。 それをやるためにですね、私はアトキンソンサイクルを採用したかったんです。あ、出ました、アトキンソンサイクル、ね、アトキンソンサイクル、はい、まあね、細かくするのめんどくさいですから、アトキンソンサイクル理論を、ね、使うことによって、はい、ね、エンジンのトルクが、ね、下の方に移ってくれるわけです、はい、トルクが、ね、もっと低い回転出るんですよ、うん、低い回転出るってことは、同じ出力、同じ発電をね、これ発電用のエンジンですから、発電するための、ね、エンジン回転数を下げれるんですよ。バコッと下がるんですよ。そうするとエンジンの音が静かになるじゃないですか。そこをうまく使いたかったんですよね。で、そしてなおかつ当然ね、もう音を静かにするためにやっちゃうと燃費とかそういう悪くなっちゃうので、そこを全て改良をですね、もう制御も実はもう、ね、フルモデルチェンジなんですよ。もうこのエンジンの回し方から、そのエンジンのここにかかり方も全部フルモデルチェンジに変えて、でモーターの下にエンジン用が来るようにずっとクロスファンクショナルチームでですね、もうずっとやったんですね。でやってやんなと、すごいそこ行わない。いやでもね、はい、あの新型は本当にその静粛性が、そうなんですよ、高い。私が言っちゃない嘘っぽちですけど、やっぱり言われるとね、本当静かなんですよね。いやいや、はい、それはやっぱりあのカミラさんの口が言っていただかないとね、うん、もう本当に静かになるように、もう何百、もう何回乗ったかわからないぐらい、うん、何百回乗りましたからね。いやでもいただいてますよ、感想でも、はい、変わってないのが燃料タンクだけ、もう全部変わってると言っていいでしょうって。まあそういうとちょっとね、嘘つきって言われちゃう。そこは真面目なんですね。真面目ですからね、三菱は。じゃあちょっと質問もいきましょうか。はい、どうぞ。すみませんね、はい、かっちったりこっちったりなっちゃいますけど、はい、どうぞ。あのアルミホイールのデザイン変更の理由は何ですか。はい、これはもうおしゃれですね。もうここで止まったまま一言ですか。もうおしゃれですよ。もうアルミホイールおしゃれですよ。あ、そうです。でもただね、当社のアルミホイールというのは多分あの別にどこでも使えるけど、アウトランダー PHV 用に開発してるんですよ。じゃあちょっと行きましょうか。はい、はい、
い、こちら見てですね。あの今、はい、映ってますかね。はい、こちらですかね。はい。あのまあね、まあ、先ほどデザインはまあ本当デザインはおしゃれですよ、はい、デザインはおしゃれでやってるんですけども、ただこのアルミホイールってじゃあおしゃれだからって言って他の車につけるかってそうじゃなくて、この車のですね重量とか剛性とか衝突安全とかそこを全て考えて作られたホイールなんです。だから単にデザインしただけじゃないんですよね。デザインプラスその性能、いろんな衝突からも乗り心地からですね、静粛性から、実はこのホイールがですねかなり重要なところもあって、そういう意味でもですね、さっきの、まあ、これも同じクロスファンクションのチームの一つですけど、デザインチームプラス設計とですね、騒音屋さんとか NVS、あの振動音とかで、ね、そこのチームを全部組んでやったの一つですね、これもね。なるほど、ここにも本当にね、はい、こだわりが、ね、そうですね、はい、あるんですね、はい、はい、ということでこの新しいアウトランダー PHEV に適した、はい、適したデザイン、 そして適した機能の、そうなんです、なので変更になります。そうです、はい、はい、ありがとうございます。